はい、えー、こんにちは、佐藤博です。三国史をいつか書きたいと思っております。最近では会社を休んで三国史の勉強に専念をしています。今日お話ししたいのは、書きが早急を救う道についてです。えー、列伝の書き伝というのを読んでいきたいと思っていますが、三国史書き伝にですね、以下のような記述があります。 対話2年、明帝は、夏、え、季、ー、に、えー、満朝らを得して、西洋からまっすぐ東海に向かわせ、早急には関から、芝戦後には高領から攻略させたというふうにあります。これを図にして理解していくとですね、カ、え、キ、ー、は、ね、西洋という場所から、このからと言っていますが、元の文章では従うという字があって、訓読するとよりとなりますが、西洋よりまっすぐ東海に向かったと。 でこの時当館にいたのは孫権本人でありますで続きの文として、えー、早急にはですね官からこれも同じようによりというですね従うという文が使われていて図にすると、まあ、官から攻めたんだから、えー、このような図の通りになるだろうとで同様に芝戦王芝居も公領から攻略したというふうにありますからこんなふうになるのかなというふうに理解ができます で続きを読んでいきますと、下、え、記、ー、が五商山に到着すると、まあ、ここに到着すると一回停止でありますが、早期を改めて上表しました。でもし降伏を願い出る族がいれば、深く五の領土に侵入して降応をしたいというふうに要請をします。まあ、これは俗に言う死亡フラグというやつでありますが、早期は五のですね、武将が内容してきたらそれと連携するんだということを言います。 でこれを受けて、明帝は見言乗りして、まず、芝、えー、戦後には、えー、軍を停止させる。芝居にはストップをさせまして。で、下、え、記、ー、には東に行って、早、え、急、ー、と合流して進軍をさせたというふうにあります。でここで下記が考えますに、族、え、は、ー、族は、えー族はえー、当官の防備がなく、えー、軍を官場に集合させているだろうと。で、早急が深入りして族と戦えば必ず敗れるだろうというふうに考えました。 諸書章を編成して水陸の軍を同時に進めたというふうにあります。でここに来てですね、あの、初めのページで作ったこの概念図で、えー、位置取りを頭に入れたまま読んでいくとですね、地理が訳がわからないということになりますで、えー。ではですね、地図に基づいて少し整理を試みていくんですが、 改めて、地図に基づいて読んでいくとですね、下記には西涼からまっすぐ東海に向かわせたというふうにありまして、これはさっきと同じ理解なんですが、ここで文を一回切ります。そして、早急には漢から、芝線王には高領から攻略させたというふうにありますが、この時図の色を変えている通り、高領と漢というのは五の領土、五の城でありますから、ここはですね、五の色になります。 で、一連のより、まあ、からというふうに訳していますが、よりという言葉でも、下記に関しては、地理的な起点、つまりスタート地点として西洋からであり、早急と芝戦王は攻略の順序を表している。つまり、考慮と漢から攻略に着手したというような言い方。ここから攻め入ったということになります。 ですから、一連の文章で同じ漢字が使われていても意味が違うという、ですねあのまるで悪文のようなものがここで展開されていると。そして問題は、ね、これだけでは終わっていなくて、カキには、カキは東に行って早急と合流したというふうにありました。しかし、この地図では、です下、ね、記は西に行かなければ早急と出会うことができないということで、早速、また矛盾に突き当たってしまいます。 で私がここに西洋と示したのはです、ねえー、安城府東条県という場所に基づいてこの場所を決めていますがそれは特殊法要基要という資料に基づいております。でそれによりますと、えー、西洋という場所は漢の北東にありますからか田の文にあるとおり東に行くのではなく西に行くというふうな理解をしなければ整合性が取れないということになります。 ここからわかるのは、文献に見えるですね、西洋術と言われる場所とは全く別の西洋という場所があって、ただ、それがですね、特に伝承等が残っていなくてわからなくなっている。もしくは、かき伝の東に行くというのが誤りで、西に行くというふうにすべきだった。 というどちらかが疑われますが、ともあれ、以上ご覧いただきましたように、資料を読むとですね、文の構造からすると、このように読むしかないよねっていうふうな形で理解ができるんですが、それはまだ翻訳の作業としては生半可でありまして、そこから地図と称号して、下手すると文章を書いた人が誤っているので、解釈を変えていくということも時には必要になるというお話でありました。はい、今回は終わりです。ありがとうございました。